こんにちは、りょうです。 YouTube を始めてからこの1年間、視聴者の皆さんに支えられ、たくさん励まされ、そして応援いただき、本当にありがとうございました。皆さんのおかげでなんとか1年続けることができました。今日皆さんにお伝えするのは、来年からのチャンネル新体制についてご説明したいと思います。私は1年間さまざまな企画にチャレンジしてきました。途中からにはなりますが、1日1本動画を上げるハイペースを一つの目標に進めてきました。これも私的一つの挑戦でもありました。ただ YouTube で1日1本のペースはかなり編集さんに負担をかけてしまいます。そして激辛師匠のマイケルズさんからアドバイスもいただきました。1日1本はやりすぎだよと。この1年間人が代わり編集をしてなんとかつないできましたが、来年からは編集スタッフも減ることになり、現状継続は現実的に厳しくなりました。スタッフといろいろと話し合った結果、来年からは次のようにして心機一転頑張っていこうと思います。来年からは動画を週に2回、火曜日と金曜日の夜9時にアップしたいと思います。他の YouTuber さんも皆さん曜日や時間を定めてアップされている方がほとんどなので、私もそれを見習いたいと思います。あと、これは YouTube 大先輩のマイケルズさんからのアドバイスに基づいたものでもあります。それと、編集さんの負担を減らすことも一つの理由としてあります。次に私ごとにはなるんですけど、かなりのペースで激辛チャレンジや食レビューをこなし食べているので、最近体調を崩しがちになっています。特に胃やお腹の調子が悪いです。動画アップ本数が減ることについてはいろいろとご意見あるかと思いますが、視聴者の皆さん、どうかご理解いただけるようよろしくお願いいたします。その代わり、今まで以上に内容や企画の質を少しでも上げれるようにさらに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 YouTube を1年間やってきて、私なりにたくさんのことを学んできました。今まで学んだことや得たことを生かしながら、さらに YouTube 頑張っていきたいと思いますので、りょう R センスを今後ともよろしくお願いいたします。